ことに去年も3位、今年は2位というと、はい、来年は大賞を目指して後ろに控えてる霞のみんな、来年は兜大賞を目指して栗原恵子さんかかっていくからね。はい、ということで早速、始めさせてもらいましょう。兜4分半の世界にお付き合いください。見せます、2014カブト行幸。夢幻、夢を消せ、
最後までね、ご声援ありがとうございました。